はい、皆さんこんにちは。今回はですね、筑波サーキットコース2000、2回目の様子をお届けします。1回目、初回はですね、自分のタイムが分からなかったので A 枠というクラスを走りました。そちらは一番速くても1分8秒ぐらいまでの人が走るクラスなんですけども、初走行で1分5秒200というタイムが出せましたので、今回ね、2回目は B 枠というもう少しね速い人が走る枠に挑戦ということです。でこれ今ウォーミングアップランをね見ていただいているんですが、 S 字のところでね、もう早くもちょっとこう引き離されている感じが見て取れるかと思います。この B 枠をね走ったことがないという方もいらっしゃると思うので、自分がね B 枠を初めて走ったこの瞬間をちょっとお届けしようと思います。やはりですね、B 枠ともなるとウォーマーを使っている人がほとんどで、コースインして1ヘアを超えたあたりからね、レコードラインを走っていいというルールですけども、そのあたりに向かってね、皆さん結構ハイペースで、ウォーミングアップランを進めるという雰囲気ですね。はいはい。そしてですね、このウォーミングアップランから見ていただいているのにはもう一つ理由があります。ここでスタートを切って、さあ行くぞと加速してますけども、1コーナーターン、あれ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 、ドンと、はい、コースアウトしちゃったんですよね。でこれはですね、いくつか理由が考えられるんですけども、まずね、この日実はブレーキパッドを、フロントのブレーキパッドを完全にニューにしていたのに、忘れちゃってたんですよね。で自分のデュークはナンバーを外してますので、もう完全に走行0キロのブレーキパッドで今走り始めた瞬間にコースアウトということになりました。でもう2つほど思い当たるんですけども、その1つは、筑波のスピードレンジが高くて、自分が普段走っているショートコースのように、こうなんていうのかな、感覚的に、こうコーナーまでの距離を見て、自分が今体がこれぐらいのスピードで動いているから、これぐらいの距離からこれぐらいのブレーキで、ターンできるっていうね、そういう目線で、距離を測ることができないんですね、筑波ぐらいになってくると。で、分かりやすいのがここね、2ヘアの後バックストレート入りますけども、デュークはねそんなにスピード出るバイクじゃないんですけども、それでもね200キロをちょっと超えるんですよね。今ちょっと見てみましょうか。206、210までで今出ましたけども、それぐらい出るともはやですね、コーナーを見つめて、これぐらいの距離なら止まれるだろうというブレーキをかけるというよりは、景色を覚えてちょっとずつ詰めていくような、なんかそういうね感覚とはまたもう一個違う作業になってくるんですよね。で、何メートル看板を目印にとか、芝生の切れ目がとか、人によってね見てるところは違うんですけども、そういう感じで目印を頼りに、詰めていくという、もう感覚がちょっとこう頼りにならないスピード域になってきちゃうんですよね。で、そういう意味で、ちょっとこう読みをちょっと間違えたりとかねすると、慣れてないのもあって、オーバーランしてしまったということです。でもう一つはですね、コース、これ今走ってるのはですね、前回40周ほど走ってますけども、2回目ということで41、2周目から続きからってことなんで、筑波の経験がね、まだデュークで走るのは40周ちょっとということなんですよ。ということでね、前回ちょっと話してるんですが、筑波は意外とコーナーにこう傾斜がついてるんですけども、内側がね低くなってるんですが、外に向かってこうねだんだんこう高くなってるんですけど、その傾斜もですね、内側に近づくとこうちょっと急にぐんと下がってたり、外側は緩くなってたりということで、1コーナーさっきねラインを外した時ブレーキが効かずに一瞬外によろっとよろめいて、あれと思ってもう一度ターンインしようとした時にですね、自分が体がいつも通ってたラインとは違う傾斜だったようなね、そんなおぼろげな記憶があります。それであれと、これぐらいで曲がるはずなのになんか外に引っ張られるなっていう感じで、そのままやばいと思った瞬間にはもう間に合わなくてバイクを立てて外に出たという感じになっているんですけども、まだね筑波の走行経験が
この時点でもね、50周弱ぐらいだと思うので、やはりねまだそのコースを隅々までね、分かってないということも一つの要因じゃないかなと思います。はい、今ね1分8秒41というタイムが出ました。ちょっとねさっきまでの週見ていただいた通り、前に走ってる人にねちょっとこうコーナーの入り口で詰まるシーンが多々ありました。で今ね見ていただいている週は前に人がまあすぐ近くにはいないということで、まあクリアラップと呼んでいいと思います。でこの日ねこのダンロップのところ入り口の手前にオイル処理のね跡がちょっとあって、まあそこはね思いっきりよくバンクさせるっていうのがねちょっとできない感じで、まあ1割2割ちょっとこう遠慮気味にバンクするという感じでね、皆さんちょっと気をつけながら走られている感じでした。で今ねこの週は結構完全にクリアという感じで、トップスピードは今200キロぐらいしか出てなかったですね。まだねやっぱコースが慣れてないんでどこまで入っていっていいのかわからないっていうのと、まあ、2部屋の立ち上がりをねミスるとトップスピードも伸びないということです。はい、1分5秒87ということで、まあやっぱりね1人で走らせてもらえるとまあ5秒台ぐらいはねなんとか出せる感じなのかなということですね。でねこの週走ってて、この後ですね何台かスローダウンしているんですよね。この後右の方に寄せて、筑波はスローダウンする場合は右のコーナーだろうが左のコーナーだろうが、今の方のようにこの方のように右側にね、沿ってスローダウンするっていうのがルールになっています。でなんかね、2台そしてこれで3台目ですよね。皆さんなんでスローダウンされてるのかなって思ったらですね、ちょっと自分が旗を見落としてたみたいで、この先のね右側のタワーでこれですね、落下物ありのようなねなんか蓋が出てます。そしてここ最終コーナーの入り口に、まあさっきの週に実はねもう見つけていたんですが、これですね。はい、多分膝につけるスライダーみたいなものがね落ちてしまったんじゃないかなと思います。でまあここでスローダウンをして、ピットに入ったということになります。なんかねトラックで、あれを回収しに行ってましたね。はい、はい、ここでねリスタートです。赤旗で再スタートになるとみんなの距離が近くなっちゃうんですよね、走る人たちのね。でちょっとばらけるまで結構こう走りにくいというかね、やっぱり B クラスと一口に言ってもまあタイムがね2秒から8秒ぐらいまでの結構幅広いタイムで、で8秒寄りの人と2秒寄りの人だともうそれぐらい差があるとねこうスパッと抜けるんですけども、例えば自分は5秒ぐらいで周回するんですが、まあ、中には6秒7秒ぐらいで周回する人もいて、まあ、そういう人が前を走っちゃうとですね、まあタイムが1秒差2秒差ぐらいだとまあちょっとかわしてねスパッと抜くほどのタイム差でもないというかね、まあ、自分がそのパッシングの技術がないということもあるんですけども、そう、それでですねもう一つちょっとねここから困っちゃうことがあるんですけど、それは何かというと、今ね7秒ぐらいでしたけども、まあだいたいね 1,2 秒こうタイムに蓋をされている状態なんですけど、まあ前をね走られている方がまあ4気筒のスーパースポーツということで、まあオートバイの特性も違うんですけど、実はですねこの890デューク R ってスペック上は120馬力トルク10キロということで、600SS と同じ馬力でトルクはデュークの方が上と、
で車重もデュークの方が軽いということで、デュークの方が速いんじゃないのと思う方もね、いらっしゃると思うんですが、実はですね 600SS と良い移動すると、まあ、こんな感じで離されちゃうんですよね。まあ、もしかしたら前を走っている方は 1000cc かもしれないんですが、以前ですね筑波線で、ZX6R の 636cc だったかな、ちょっと大きい排気量ですけど、まあ、一応 600SS の方とホームストレートでね、良い移動したらブーンと離されて、ちょっとびっくりしたんですよね。馬力一緒だから同じぐらいついていくかなと思ったら、やっぱりね4気筒の方が高速の伸びがね全然違くて、ストレートは実はデュークは置いてかれちゃうんですよね。でまあ当然コーナーリング性能もスーパースポーツの方が高いので、結構厳しい相手ということです。はい、1分6秒65というタイムで、やっぱりですね1秒ちょっとタイムに蓋されている感じになってますよね。でまあそんな風にね見えない方もいらっしゃると思うんですが、まあ、サーキットで、タイムを出すためにはですね、いかに加速するかっていうことを考えているとあんまりいいタイムは出ないそうなんですよね。まあ、僕の理論は元 GT ライダーの本間俊彦さんのやられている YouTube チャンネルで語られている内容をまあ参照することによって、まあ、着実にねいろんなコースでタイムが良くなってきているということで、まあ、非常に尊敬していて、仲間にも友達にも勧めているんですけども、まあそのね本間さんの理論を全部話していると尺が収まらないので、まあざっくりとね最近自分が気をつけていることだけをかいつまんで話すとですね、サーキットでタイムを出すには、出したスピードをなるべく下げずに、コースを一周回ってくる。これがね一番大雑把に説明するとこういう考え方になります。いかにねスピードを出すか加速するかっていうことを考えているとですね、まあ、コーナー一つ切り出して考えた時にクリッピングポイント付近から後半がアクセルを開けて加速していくことになりますよね。そして前半は減速区間ですけども、いかにアクセルを開けるかいかに加速するかばっかりを考えていると、まあ、クリップから後半のことに注力してしまうんですけども、まあアクセルを開けるというのは、まあ、サーキットにおいては中級クラス以上の人はみんな誰でもやっていることで、まあ、そこにね速さの秘密はないんですよね、まあ、ないと思うんですよ僕はね。で問題はですね技術の差とかタイムの差というのはクリッピングポイントを通過するまで、アクセルオフからブレーキング、そしてターンインして、クリッピングポイントを通過するまでの前半部分、ここにですね、速さの秘密があるんじゃなかろうかと睨んでるわけなんですけど、まあ、本間さんの理論を聞いているとまさにそこのところをね細かく説明されています。そしてですね、まあ、その大雑把に説明しましたけど、出したスピードを下げないように心がけて一周してくると、なるべく速度をいっぱい出すように走るっていうのは、まあ、誰しも最初にね思いつくところだとは思うんですけども、そうじゃないよと、なんでかというとね、まあ、理屈っぽく考えると結構タイムに本当に効いてくるんですけど、まあねトップスピードが200キロのバイクがあったら一度も200キロを下回ることなくコース一周してくればそのバイクで一番最速のタイムということになりますよね、理論的に。だけども実際は200キロのままでは曲がりきれないコーナーがいっぱいあるので、
仕方なくスピードを落としてるわけですよ。だからスピードを上げるんじゃなくて、最高速度で走り続けたいんだけども曲がりきれないから、ギリギリ曲がれるところまで仕方なくスピードを落とすということで、その考えになるとコーナーの前半部分に注力するようになってくるんですね、減速部分。だから本当は減速したくないけど仕方なく曲がれるギリギリのところまで減速するということになるので、前半の部分に注力するんですが、それはですね、減速区間といってもブレーキだけを考えるわけじゃなくて、当然そのギリギリの速度で曲がるためにはどういうライン取りが良くて、そして一時旋回でどうやったら高い速度のまま向きを変えることができるんだろうかということを、ね、注力するようになってくるんですよね。でそういうところを考え始めると意外とタイムに本当に効いてくるということです。で、今1分6秒02、今ねずっと、スーパースポーツとのデュークの車両特性の違いでね、なかなかこう抜けずにいたんですけど、ようやくねちょっと前に出ることができて、さっきのねストレート、多分後ろの抜いたスーパースポーツの方はねエンジンパワーで抜き返そうと思えば抜き返せたと思うんですけども、ちょっとねおそらく一歩引いてくださったと思うんですよね。ということでね、ようやくこうクリアラップでちょっと攻めることができるということでね、ここからよしやるぞという感じで、今ハッスルしてるところですね。でそんなにね大きく走りは変わっているように見えないと思うんですよ。ところがね、本間さんの理論でいうとこのボトム速度をほんのちょこっと、もう1キロでもいいから早く抜けることによってトップスピードが変わったりして、その小さな積み重ねによってですねタイムが変わってくるんですね。はい、1分5秒03、自己ベスト更新です。初回の筑波サーキットは1分5秒200がベストタイムで終わってますので、ボトム速度を、ね、上げることに成功したということで、約コンマ2秒のベスト更新ということになりました。はい、それではですねここからボトム速度がラップタイムに与える影響をちょっと映像を見ながらね、検証していきます。この週はほぼクリアで走れてたんですが、この2部屋で近づいて今ね一瞬クロスすると思いきやしきれずに、ボトム速度を落として回避しました。その結果トップスピードが今208キロで止まってしまいました。2部屋をうまく回れると210何キロまでね出る時もあるんですが、そしてタイムは1分5秒93ということでですね、あの2部屋の一瞬自分の限界速度よりも余計に少しボトム速度を下げただけで、1分6秒に近いところまでタイムが落ち込んでしまったということになります。これはねいかにクリッピングポイントのボトム速度を残すことが大切かということがね分かる瞬間でした。そしてこの週は完全にクリアラップということで、自分のミスはねあるかもしれないんですけども、追突を避けるために必要以上に、ボトム速度を下げるという瞬間が一度もね、ない状態で回れていますので、この先、ね、トップスピードもちょっと見てみましょうか。209キロ、大して変わらないですね。今のね、ところはトップスピードはいまいちでしたけども、先ほど言った通り小さな積み重ねですので、ラップタイムの方は、5秒29と前半の方に入っています。ということで今回はこんなところでおしまいです。次回はね走行2本目の様子をお届けします。ご視聴ありがとうございました。